ラワー占いチャンネルです今日は、えー、不倫の、あのーまあ、トラブルで話題の歌手の l i さんとご、えー、主人の鈴木さんの、えー、お二人をですね占ってみましたのでお伝えしたいと思います。まず見た目の相性診断ですけれどもこの彼女っていうのは視覚、えー、顔と長方形の お顔の中間のようなお顔をされてるんですね。で、まあ目が一重で一重というか奥二重ですかね。あのこのお顔とこちらの6番のお顔の中間のようなお顔まあ、どっちかって言うと、これに近いのかなっていう感じもしますので、えー、相性がいいのは c ということになるんです。けれどもまあ、彼もですね。あのこの。 この逆三角形ででは全然ないわけですねどちらかというとこの彼もこの,このタイプとこのタイプのミックスのような感じでちょっと分かりづらいなっていうところなんですけれどもただあのこの彼女はお顔のタイプが薄いあの肉が薄いタイプの薄皮のタイプでこの方は えー、肉厚ののタイプですのですそこは相性がいいとそして目が、あのーまあ、パーツが小さくてこちらがパーツが多い木であの一とえとのとえとかね細い目と丸い目と濃い眉と薄い眉と、まあ、そういうところで見るとですねだいたい65点ぐらいの見た目の相性だっていうことなんですね。そしてですねえー 彼女は、紀、え、立、ー、つを日中に持つトラウ・空母のうさぎ年ですので、スター星になります。カリスマ性があって、スーパースター,、えー、非常に注目されやすいというのがスター星の人になります。そしてスター星の人、一言で言うと、ですね天然の人になります。天然的に何かがすごい、何かがを成し遂げるとか、そういう感じの人になります。 そして鈴木さんご主人は水野と宇を日中に持つ辰巳空母のこの方も井戸島根のスター星になりますお二人ともスター星ですのでスター星同士というのは惹かれ合って結びつきが非常に強いタイプのお二人になりますそして辰巳空母の人一言で言うと嘘つきの星になりますやっていることをやってないと最初当初この 男性は言ってたまあ,あの浮気とかなるとそういう言い方すると思いますけれども何かちょっとごまかすような感じのことを言ってもいいんですけど完全否定をされてましたね最初なのでえーえー、っとですねじゃあ水明で細かく見ていきたいと思います。このののののの方は6月の生まれですからもう日のの馬の夏の 非常にあの暑,い時です、ね、暑い時の日の絵の馬ですからそして日の絵の馬というのは昔でいう会合ですので非常に強い柱で,でこの火がこの年のところも火があってですねそしてここが草ですからあの枯れた草。 がもう燃えちゃってますねそしてここの木ももう燃えちゃっててここにも草があってここにも乾いた土山があってこれももう燃えちゃってますねでここに唯一配偶者のところに水けがあるんですけれどもなのでこの方っていうのは唯一ですね男性が救いなんですけれどもこの水も残念ながらこの日にもう蒸,蒸発しちゃってますね消え,て消えかかってしまっているって。 ということで,です、ね、この人自身どういう人かというと会合がありますのでもう激しく燃えるそして信じられるのは自分だけこの自分自身のところが看護をしてますのでそういうことですそして真面目製在これ上が通ってるかちょっと微妙なんですけれども真面目で無口なアーティスト食人召喚が非常に多い人ですのでアーティストになります。 で配偶者をどういう人を選ぶかというとですねこの方の,この配偶者というのは合罪因獣偏在の推移なんですけれどもこの夏のもう燃えたぎる暑さにこれ全部ひっくり返りますこの,あの意味っていうのが。なので腹黒くてずる賢い金の亡者に狙われやすい年上で無口な男性そして水の都の人っていうのは、ね、この水の都の人っていうとですねこの ご主人今のご主人がもうトップに全部水の音水の音水の音の,の人なんですよなので非常に驚きの人だなってそしてじゃあこの男性はシチュー睡でどういう人なのかというとですねもう冬の生まれの大水です水水水水水ですなのでそして、まあ、奥さんの配偶者のところに ウがあるんですけれどもこの,あの草木というのはもうこの大きな水でなぎ倒されてしまってますので、まあ、この人自身だったりこの環境がですねあの奥さんとか配偶者を、まあ、女性をなぎ倒すというそういう運命を背負っている人になります。そしてこの人は介護が2つ水とのと意の介護を2つ持ってますね。 と月にそして「正官、正官、合罪」正観「正官、正官、合罪と」とそして「帝王」が2つになりますのでこれはもう俺,俺様の人になりますズバリですね。俺様でそして冬生まれのこの強い非兼合罪ですからもうネクラになります。そして、ね、じゃあ奥さんにはどういう人を選ぶかっていうとですね 食人召喚の長生になりますので元気なアーティストになりますそしてかっこ職匠の人っていうとですねこの奥さんがもう食人召喚の塊ですから、まあ、運命通りなんじゃないかなと思いますそしてエロスの女性を求めるというのはここに「う」がありますのでネウマウドリの十日札が奥さんのところにありますので女性にはちょっとこうエロスの雰囲気を求める人なのかなっていうとですねこの リサさんのところに2つも持ってますね自分自身のところと。あのなのでこの方のさっぱりしてますけど意外にこうそういうエロスな雰囲気があるんじゃないかなと思います。そしてまあこの人、まあ、真冬の生まれでですねあの、まあ、ただでさえこうなんかちょっと不器用というの,あのなかなかこうスムーズに。あの 進んでいかない人なんですけれどもあのつっか人生につっかえ棒がね非常に多い人なんですけれどもこの方は今現在の大運が変換の棒になってるんですね変換の棒っていうのはもうトラブルの年ですよそして変換はもう女性関係、えー、ちょっとエロス関係でそういうトラブルがありますよという時期にまさしく入ってますのでちょっと目立っちゃったっでここのスター星もありますのでねそしてえー この彼女はですね、えー、彼女だとかお,お二人は2020年1月に結婚されて、えー、彼女にとって、の土のと鳥の大音に今入ってるんですけれども、土のと鳥の土のと伊の年なので、もう土のととこの木の絵がもうドンピシャ看護になってますのでね、なので、あの結婚するわなという、そういうあの時期にな,なってますね、ちょっと猫ちゃんが通過して、すいません。そして えー、この方の今10年運で「土のと鳥」が2014年ぐらいだったからずっとずっと来てるんですけどここがですね天地特号になってるんですよで天地特号って私あんまり採用しないタイプなんですけれどもこの方の大活躍を見てしまうとあなんか天地特号ってあれだなっていうなんかこれから採用してしまいそうな雰囲気ですね。 そしてこの時期っていうのは正財でタイですから真面目に働くそして結婚の時期ということになりますそしてこの方は2021年の12月今年の12月から大運がカノエの犬に切り替わるんですけれどもこれもまた会合なんですねそして変化に入りますのでこれ仕事という意味もありますのでまだまだ休ませてもらえない時期だってそしてただまあ えー、今年2021年こういうことがありましたけれどもカノトの牛の年の日の絵の猿の月に、まあ、トラブルがあったってことなんですけれども、まあ、この方にとってはヒマ家のか彼女にとってはカノトも日の絵も結構しんどいんですねあの乾いた、まあ、太陽なんかいらないですから。で一見大きなトラブルに見舞われたなと思うんですけれども。 ここがですねあの看護してますので看護して水に変わるんですこの方の夏生まれの乾いたこの方にとっては非常にありがたい水に変わるなのでトラブルがあって大変なんですけれども、まあ、それをきっかけにちょっとこの方も忙しくて大変でしたね食人召喚これだけ 持ってるともう自分自身をなくして一生懸命周りのために社会のために動いてきたこの疲れてる体も心も疲れてる女性がですねまあ悪いことがあってやっと休めるというのがありますのでまあしばらくちょっとお休みしてですねあのエネルギーを蓄えてほしいなと思いますそしてまあちなみになんですけれども、えー まあ幸せな結婚する方法っていうあの動画でもお伝えしたんですけれどもあの、まあ、なんでこんなけなげなこう女性が浮気されてしまうのかっていうのが世の,の人たちの、まあ、疑問なんじゃないかなと思うんですけれども。あの 男の結婚というのは生涯の時期にするって言われててですね生涯っていうのは仕事も女性も両方あのうまくいきますよっていう時期なんですねなので男性の結婚っていうのは両方手に入れることができるんですただ女性の結婚っていうのは生感になりますので、まあ、家に収まって家族のために あの家族のお世話をしたり子育てをするというのが本来の昔から言われているあの結婚の形になりますのでまあ現代の女性のまあ社会で活躍するというようなあの大活躍するようなあのまあ風潮だとですねどうしてもまあ浮気をされたりご自身が浮気をしたりというそういうまあ現象が起きてしまう。そうすると まあ仕事がうまくいってると家庭がうまくいかないし家庭がうまくいってると仕事がなかなか見つからないとかですね、まあ、どっちかになってしまうっていうのが、まあ、悲しいかな女性の,、まあ、あの感じになってしまうのでなのであの社会で活躍されてる女性っていうのはどうしてもこういう浮気をされたりとか浮気をするリスクがある。 あるんですよっていうまあ時間の問題ですよって今はねなかったとしてもっていう、まあ、そういうのがありますよってことをお伝えしたいなと思いましたはい、今日は以上になりますよろしければグ,、えー、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたしますフラワー占いチャンネルでした